皆さん、イろう。ニューヨークでビール飲むりやってるよしです。Hello, everyone, なみよし。あ、ビア飲むり in ニューヨーク。本日もやっていきましょう。2 minutes beer talk、えー。今日のお題は 3Cs です。まあ、3つの C です、えー。これは何かと言いますと、食事と飲み物を合わせるときによく使われるコンセプトで、3つの C から始まる単語のことです。えー、1つ目がですね、c o m p l ン m e n t で、えー、引き立てるという意味です。 2つ目がですね、コントラストで対比するという意味です。3つ目がですね、カットもしくはクレンスで断ち切るとかさっぱりさせるという意味です。自分がですね、ビールを飲むときによくやるのが3つ目のカットはクレンスですね。で、ワインを飲むときは1つ目のコンプリメントをよく使います。それではまた。